こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今日ご紹介しますのは、コンバースの名品と言われていますこのジャックパーセル。このジャックパーセルの形をした、レザースニーカーですね、レザーを使った、レザースニーカーのジャックパーセル、こちらを紹介していきたいと思います。今回のこのコンバースのジャックパーセルなんですけども、このジャックパーセルの紹介を YouTube 動画で前回も紹介したわけですが、前回はこのキャンバス地、定番のキャンバス地のジャックパーセルを紹介したわけですけども、今回はこのレザーを使ったシュリンクレザーっていうのを使ったジャックパーセル、こちらを紹介していきたいと思います。このシュリンクレザーと言いますのは、もちろんこの牛革なんですけども、このシュリンクっていう、シュリンクっていうのは、縮むとか縮ませるっていう意味合いがあるわけですね。このシュリンクレザー、この革と言いますのは、本来の生の革に、特殊な加工をして、そして特殊な、技術で、脂肪感、いわゆるこの凹凸感を表しているのがこのシュリンクレザーになります。ちょっと見てわかるでしょうか。ちょっとわかりづらいんですけども、この凹凸感が表面にあるわけですね。これがシュリンクレザーの特徴と言えます。こういった感じです。このシュリンクレザーというのは、ここにこう凹凸感、こうデコボコした感じがあるわけですが、これはですね、その、 この特殊加工、シュリンクレザーを使うことによって、より耐久性を上げたという、耐久性に優れた革になっている。そして腰のある革を使っているということですね。ソフトレザーとシュリンクレザーってあるんですが、一工程、こういうふうなシュリンク、縮ませる、革を縮ませることによってより強度を増したというのが特徴でもあります。こういった感じの、いわゆるこう凹凸感のあるタイプですね。そしてこのひげと言われる部分、この部分はこの赤であしらっておりますね。こういった感じになっています。このレザーを使ったスニーカーといいますのは、通常のキャンバスに比べてやはりこの高級感があるような、こういう風な、レザーですね。高級感があふれるようなレザーになっているわけですね。やはり金額もですね、やはりキャンバスのスニーカーでいうとだいたい 7,000 円のものが、ほとんどなんですけども、やはりレザーを使うということで、この金額は 12,000 円に消費税というふうにちょっと割高にはなります。しかしながら、こういうふうなキャンバス地にはない、非常にこう趣のあるレザーですね。しかもこういうふうな脂肪感を使った、シュリンクレザーを使うことによってより雰囲気も高まると思うんですね。こういった感じになります。このレザースニーカーですけども、やはりお客様の声というのは、やはりそのキャンバスのスニーカーに比べて、お手入れが大変だというふうによく言われるんですね。お手入れが大変。確かに、まあ、キャンバスのスニーカーというのは、水につけてゴシゴシ洗えばそれで汚れは落ちるんですけども、最近はそのレザー専用の洗剤というのもいっぱい、まあ、出てますので、レザー専用の洗剤で洗って、陰干しをするだけで、汚れは落ちます。ある方に、ね、靴の専門のメーカーさんにちょっと話をしたことあるんですけども、お手入れしてどうしたらいいのって言った時に、幼い子供と一緒っていうふうに思ってくださいと。どういうことですかっていうと、幼い子供っていうのはやはり、遊びが楽しくなったら駆けずり回ります。汗をいっぱいかきます。その汗をやはり、お子さんが汗をかいたら、やはり、乾いた柔らかい布で拭いてあげる。そして、やっぱり泥んこになりますので、そしたらやっぱり、ブラッシングをして、その汚れを落とす。子供さんの洋服が汚れた場合、やっぱり洗濯機に入れますよね。そういうふうに、汗を、ここの中に閉じ込めることが一番、いけないことだと言われているんで、まず乾いた布で、拭いて、そしてブラッシングをして、そして、ある程度のその、ミンクオイルを塗るだけで、それだけでも十分だということです。そして、丸洗いすることもできるんですけども、その専用の洗剤で。で、丸洗いをした後に、しっかり湿気を取って、新聞紙の中に詰め込んで、そして陰干しをすると。それだけで立派に綺麗になりますので、そこまでそのレザーだからということで、神経質になることはないですよというふうに言われたんですね。確かにその、使えば使うほどに、やはり、経年変化もしていくと思うんですけども、やはりお手入れが大事ということですね。キャンバスのスニーカーに比べて、大変だと言われるかもしれませんが、やり方によっては長く長く愛用することができるというのがこのレザースニーカーになります。
そしてまたもう一つはその、レザースニーカーを大事にしすぎて、例えばもう箱の中に入れて下駄箱の中に入れておくと、これが一番いけないらしいんですね。やはり湿気がこもるのが一番ダメということ、やはり、レザーですからカビが生えます、だから、風通しのいいところ、そして日陰のところに、ね、その部屋の隅っこに置いておくのが一番いいというふうに言われました。そして適度な、ミンコオイルを塗るということだけで、もうそれだけで十分、長持ちをするということでした。そしてこのジャックパーセルのもう一つの特徴は、このインソールにあります。このインソールですね、ちょっと取り出してみますね。このインソールが、新たに開発された、リアクトっていうこのタイプです。リアクトっていうリアクトっていうんですけども、これが新しく、コンバースが開発されたインソールになるわけです。この裏側を見ますと、ここに穴が開いてるんですね。この穴が開いてることによって、より通気性を高めてるということです。そして形ですけども、かかとの部分、一番この衝撃を受けるかかとの部分に厚みがあって、自然と足の形に、馴染ませながらちょっとこう薄くなっていると、こういうふうなこう波立っているような感じですね。かかとから入っていってつま先に抜けるという、この歩く動作を考えながら作られたのがこのインソールになるわけですね。こういった感じです。The kingdom is overthrown. Meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you.今回はコンバースから名品と言われているこのジャックパーセルのシュリンクレザーを使ったレザースニーカー、こちらを紹介していきました。